ということで今回もやっていきたいと思います。この街はどこに行ってもエール弾だらけなんかな。もしやお前マリーさんのモルペコとか泣かすなよ。いや泣かすなと言われましても勝負は勝負だからね。泣かされる可能性もありますけど。やっぱスパイクタウンまで来るトレーナーはいい顔しとうね。おう褒められた。来たんやったらしょうがなか。レッサーには心して挑めや。おう、やっぱみんなそういう喋り方なんやね。なるほど。ん？入れねえ。マジか。あ、ここか。閉じられてるところ。なんで閉じられとんやろうね。謎。この辺も入れねえ。おお、びっくりした。おった。シャッター閉めとったら誰も挑戦できんのに。どうなっとるんか調べんと。あんた余り物だけど、これあげるからあとはよろしく。アイナはネズのリーグカードをもらった。おお、ありがとう。余り物。おい、スパイクタウンにようこそ。ジムチャレンジの始まりだぜ。ジムチャレンジに挑むなら、試合のユニフォームに着替えな。え、もうここで？ジムリーダーだったらよ、まっすぐ行けば会えるぜ。ここもうユニフォームショップなの。ユニフォームショップじゃなくて受付ですね。まっすぐ行けば会える。おー、なんか、隠れれてなかったけど。ジムチャレンジャーさんよ、お前ここを通りたいんだろう。だがな、俺は通したくない。つまりだ、通りたいお前と通したくない俺との勝負だ。もう始まっとんやろうか、これは。ジム戦が。お、まっすぐま。何系が効くんやっけ。相手は悪か。あ、全部いけるわ。迷う必要ないですね。全部いけるわ。あ、手み投げ。ただこのね、赤投げが持っとる覚えとる技は全て PP が少ないというのがネックだな。お前とお前のポケモンに突破されちまった。そして横の女の子もお前を通したくない。そのためわざわざ建物の隙間に挟まって待っていたのに。負けてしまったら意味がないぜ。まあいい、負けた俺は立ち去る。お前は好きに通ればいいさ。と、通りますよ。あれ、そっちは勝負しないんすか。この辺入れんのか。どうやって挟まっとったんやら、ここに。お、また。あ、見てこれ。ローズさんやねん。ダンスポケモン、バリアード。あたいらのご機嫌なメンバーだよ。お前、光の壁ってポケモンの技知ってるかよ。まあ一応知ってるけども。あ、バリアード。見えない壁がある。先に進むことができない。は？何？どうすればいいの？お、なんだなんだ？おやおや、ジムチャレンジャーのお通りだよ。だけどね、エール団の縄張りをさ、黙って通り抜けるのはないよね。え、何？さっき見えてなかったの？私の姿。何？目の前通ったし、なんなら横まで行ったけど。お、フォックスライ。よし、行くぜ。もう、赤投げで全部いけるんじゃないか。効果抜群の上、レベル差がありますからね。いけいけ。イカサムした割にはめちゃくちゃ弱いぞ。イエーイ、効果抜群。え、どうやって通るんやろ、あのバリアードのとこ。通してくれるんかな、これで。あたいからの挨拶、ちゃんとできんかったじゃん。それはしょうがない、弱いんだから。飛んだ挨拶があったもんだよ。あたいのポケモンたちも、あんたらの強さにメロメロだよ。ほら、通してやっからさ、ネオン看板でも見てなよ。なぜ？別にそれを見てる必要はないんじゃないかな。あれ？普通に通ってった。バリバリ。エール団のメンバーなら通れるってことなんかな。お？ゴー。なるほど、こっちへ行けと。うわ、なんか上におる。めっちゃ不気味なんですけど。意味なくエールだ。おー。まさかの飛び降りてきた。あ、アイテム落ちとる。びっくりしたか。俺も着地のショックで足が痛くてびっくりしてる。このままじっとしていると痛くて泣きそうだから勝負。泣くなよ。全くです。もう次ぐらいがジムリーダーかな。まあこれがもしもうジム戦に入っているのならの話やけど、多分入っとんじゃないんかな。ユニフォームに着替えとるしね。街全体がジムってことか。当てみなげ。
はい、みんな一発。かわいいなあれ。ズルズキンかわいいな。で、私の背後にいる方はどうなの？負けた。足の痛みもぶり返して2倍ショック。まあ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 、しょうがないよ。確かに負けたけどよ、痛いのをこらえて頑張ったんだ。そこは評価してくれよな。よし、痛みをこらえて普通に退散してやるぞ。かわいいか、逃げてった。背後のやつも逃げてった。お、元気の塊、やったね。こことかも入れんの？一軒も入れるところないやん。くそー。またバリヤード。見えない壁がある。先に進むことができない。多分またこの辺とか。お、そろそろポケモンの HP とかきついだろ。なんでそんな状態でやってきた。アイドルに憧れてひたすら練習したバク転。驚いたでしょ。驚きなさい。驚いている間にコソコソっと勝っちゃうんだから。それ言ったら言ったらダメやん。てかアイドルに憧れとったんやね。かわいい。そんなかわいい過去があるのになぜこうなった。お、マニューラー、かわいい。よし、多分当て身投げでいけるやろ。ここも初めてのポケモンではあるけれど、いけい、当て身投げ。はい、一発効果抜群。エール団には格闘がいいね。赤投げレベル53。どんどん強くなるよ。え、嘘、マジ？もう終わっちゃったの？そう、あっという間、一瞬だったよ。練習が必要だったのはバク転じゃなくてポケモン勝負だったよね。教えてくれてありがとう。あなたのこと応援するわ。マジで？いいの？応援するのはジムリーダーじゃないと。だって要はここのボスってことやろ。まだ続くのか。なんかありそうな気がするけど何もないのか。ん？ここは、ここ入っていける？え？何ここ？あ、まだ続くんや、こっちに。エール団登場。ジムチャレンジだからってよ、俺らのアジト荒らすなよな。よし、強敵だ。なりふり構ってられねえぞ。やっぱジムチャレンジであったんやね、これ。うわー、変装が間に合わない。そうです、エール団の正体はスパイクタウンのジムトレーナーさ。え、そりゃ、え、変装してたの？ジムトレーナーの傭兵が勝負を仕掛けてきた。あ、なんか二人違うね。二人違うし、急に、なんか二人同時になったんですけど。あれ、あっちはただの効果ありか。ってことは、レパルダスの方に。え、ドラピオンは？あ、虫の抵抗、虫食い、このあたりか。あ、レパルダスか、これも。頑張れ。え、それで何？右が通常のエール団で、左が変装をしようとしたエール団ってこと？そういうこと？あ、あんまり聞かないよ、でも。え、レベル差も結構あるはず。ああ、なるほど。ツボツボの方か、今の。よし。赤投げなら全然大丈夫。ここは、何系で行けばいいんやろ。毒？相手多分毒なんよね。ってことは、あ、ホルード。地面で行けばいいのか。こっちも変えていこうかな。特に何も。もうこのまんま行こう。岩なだれ。もう、あれ、一匹ずつ君ら。ポケモンは一匹ずつですか？てか、ここからジムチャレンジ、もしかして。さっきまでのは、ただの邪魔？岩なだれ。そして、地震でいこう。あ、つぼつぼにも効くのか、これ。虫の抵抗。地震。ツボツボにも。え、でもダメージは受けてないっぽいよね、なんか。じゃあ大丈夫か。虫の抵抗、ちゃんと攻撃をしてくる相手の方を見るっていうのが可愛いんやけど。
おっしゃ、オッケー。どっちもエール団だろ。お前、俺らに負けた方が良かったぜ。エール団として負けたのか、ジムトレーナーとして敗れたのか。まあ、両方じゃない？要は、同じ実力やし。知らないぜ。次、ジムリーダーだぜ。あ、次？マジで？めちゃくちゃ強いんだぜ。いや、そういうものやろ、ジム。エール団の正体、バレバレだったし、変装が間に合わなかったの怒られないよな。じゃあね。まあ、怒られんやろ。わからんけど。わからんけど、お！シカラシカ！わ、アリナ。ごめん。スパイクタウンの連中言ったら、シャッターを閉めていたのは私のためだっていうの。どういうこと？スパイクタウンも錆びれるばかり。ジムリーダーのネズさんは大丈夫、しか言わないし。だから、エール団に変装してジムチャレンジャーはみんなの邪魔をしていたんです。他のジムチャレンジャーがジムに来れないようにしておけば、お嬢だけが勝ち上がってチャンピオンカップに進める。そうすれば私らのお嬢が新チャンピオンになれる。可能性が高まるってわけ。ん？どういうこと？ジムトレーナーがエール団に変装しとったってこと？はぁ、そんなの全然応援じゃないし。あゆな、ジム挑戦手続きとか今更しなくていいから、ジムリーダーに挑んで。あれがジムリーダー、見えないんですけど。お、よく見えんかった。ちっちゃい女の子？あ、てかあれやん、リーグカード見てないね。情報を見ておこう。あ、これか。男の人。スパイクタウンにはダイマックスをするためにパワースポットがなかったため、ファンもあまり訪れず、街が錆びれていくことに責任を感じている。あ、ダイマックスなしってこと？試合になると高ぶっていろいろネタバレをするが、それでも勝つ強さを持つ。何ネタバレ？シンガーソングライターとしての評価も高く、本人も音楽を極めたいこともあり、妹がジムリーダーになればいいのにと考えている。あ、お兄さん？マリーのお兄さんってこと？そういうことか。なるほどね。あるな。あ、うん、同じことやった。ネズさんの勝負、めっちゃエールを送りますぜ。ネズさんめっちゃ歌ってますね。ポケモンのコーラスもいいですね。ポケモンのコーラス。あ、この二人ちょっとメイクしてないよね。お嬢のお説教、めっちゃ長いんですよ。以前悪さをやらかしてモンペコぐったりしてました。かわいそう。お、あれ、ヤミラミアン。かわいい。でもあれよね、シンガーソングライターとしての評価が高いってことは、ちゃんとデビューして CD とか出してるってこと？でもファン訪れんのはなぜ？そこはそっとしておいてあげましょう。街の中だけで評価が高いわけじゃないよね。仲間内しかおらんけど。あの、事務戦、お、はぁ、やっと来てくれましたか。俺、ほんとダメなやつだからさ。だから誰も来ないんだ。そんな思いが強かったね。俺、いい耳してるから、シャッターのこと聞こえていたけど、一人でいる時間は心が泣きそうになるんだよね。ダイマックスが使えないジムスタジアムだからさ、シンプルな戦いになるんだけど、ちょっとは楽しんでほしいよね。あ、観客おらんのか、そういえば。結構自虐系ですか？もっとオラオラ系なんかと思いよったけど、こういうところやけん。ふぅ。俺はスパイクタウンジムリーダー、悪タイプポケモンの天才、人呼んで ICU のネズ。負けると分かっていても、挑む愚かなお前のために、ウキウキな仲間と共に、行くぜスパイクタウン。急激にキャラが変わった。ものすごい12秒ですね。よし、行くか。ジムリーダーのネズが勝負を仕掛けてきた。オッケー、行くぜ。結局は悪タイプやろ。よし、赤投げでいけるはず。みんなも名前を呼んでくれ。行くぜ、ズルズキン。威嚇だ。わざわざマイク使って言わなくていいよ。こっちの攻撃力下がらないんだ。当て身投げ。一発で仕留めてやるわ。いけい。よいしょ、けい。さあ、次のポケモンは。お、雪わらしレベル43。カラマネロ。カラマネロ、なんか聞いたことある気がするな。そのまま行こう、とりあえず。どんなポケモンやった？全然聞いたことなかった。
特製天の尺絡まれのひねくれちゃいましょう。あなたも十分ひねくれてます。悪なんかな、見た目的には悪っぽい感じ。エスパー、あ危ない、効果抜群やん。ちょっと待って、エスパーってことかな。エスパーってことは何が効くんだ。フェアリー、え、わからねえ。ペロッパフ、いや、炙りボンで行ってみるか。とりあえず戻ってピンチや、赤投げピンチや。よし、炙りボンで。全然余裕。ここで、なんやろ、マジカルシャインとかでいけるかな。マジカルシャイン、おお、効果抜群、よかった。ナイス判断。珍しく予想が当たりましたね。さあ次は、おお、タチフサグマ。タチフサグマやったらもう、あ、でも悪にフェアリーも効くんやったっけ。タチフサグマ初めて見る。あ、こういう感じ、すげえ。メンバー紹介、甲高いうなり声が自慢のタチフサグマ。メンバー紹介だいぶこじらせてますね。ドレインキスでいこう、回復もしつつ。ってことはガラルのまっすぐマ、これに進化するってことやんね。なるほど、私も早く進化させたいんやけど早く進化させたいんやけど、タチウサグマにかっこいい感じやね、すごい。ドレインキス、何ブロッキング、あーなるほど、そのまんまなんやね守り、あれは必ず防げるってことなんかな。頑張れ炙りボン、ドレインキス、おいし、ふう、効果抜群。こんなちっちゃい子に負ける気分はどうよタチフサグマ、お、ツボツボレベル52、赤投げレベル54、スカタンク、これマーク系かな。このまま行こう。寝ずにはアンコールはないのだ。歌も技もポケモンも。まあアンコールは無理よね、倒されてもう一回出ろと言われましてもって感じやね。みんな匂うけどいいよな、冬打ち独特だスカタンク。え、冬打ちになってないよそれ、言っちゃったやんマジカルシャイン、しかも全然冬打ちできてないしほら、あとやん。匂うけどいいよなって言われても困るし、お、毒、毒を食らってしまった。頑張って、全然大丈夫よマジカルシャイン。おっと、次が冬打ちか。なるほど、それは確かに冬打ちかもしれない。しかし、あっという間に倒していく。お、炙りボンレベル54、あ、勝った。もうダイマックスがないけん、どのタイミングが勝ちなんかがよくわからない。俺もメンバーも出し切りましたよ、またいつか会いましょう。顔色悪いよ、大丈夫、そういうメイクなんかな。おう、しかも雪嵐が、おや、雪嵐の様子が進化するよ。ここあれよね、3段階ぐらいあってよ、ね、あ、2段階か、ごつくなったおめでとう、雪嵐は鬼氷に進化した。怖い、絶対トラウマになる感じよね、ちっちゃい子とか。鬼氷、顔面ポケモン、顔面、炎でも溶けない氷の体、体ある、これ空気中の水分を一瞬で凍らせてしまう。顔面ポケモンやし体なくね。そこはそっとしておいてあげましょう。フリーズドライ、噛みつくを忘れさせよっか。相手を急激に冷やして氷状態にすることがある。水タイプにも効果抜群。え、水タイプにも効果抜群になる、マジで、へえ。いいやん、噛みつく忘れさせよよし、これで噛みつく忘れて、フリーズドライ、ラーメンの製法みたいな名前の技ですね。あれか、凍らせることによって液体が固体になるけん攻撃が当たるみたいな感じ。君戦えてよかったね、俺のポケモンたちはそう感じているみたいですよ。めっちゃ猫背や、哀愁漂う感じ。悪のジムバッジ、悪バッジですよ、ありがとう。
周りみんなすごいなんか嘆いてないあと2つかな。もうなんかめっちゃいっぱいエレゾンがおる。レベル55までにポケモン捕まえられるようになった。あとユニフォームも、ライブをしていたら物販で売りたいんですけどね。そのユニフォームちょっとかっこいいかも。上着がアイナはアクセットを手に入れた。次は妹のマリーが挑戦に来るんだよね、きっと。あ、そっか、ここもチャレンジャーやけん挑戦するんか。ちょっと感動したな。見ていましたか妹よ。負けては何も教えられないね。兄貴のポケモン勝負を見て戦い方を学んだんだけど。そうだったか。そうだマリー、お前に言っておくことがあります。スパイクタウンジムリーダーをお前に譲りたいのです。うん、知ってる。兄貴が今回の大会で引退するつもりだって。意地でもダイマックスを使わずよくやってきたんじゃない。そんな兄貴が好きだけど、返事はノーかな。だって私チャンピオンになるけんジムリーダーできんよ。そうですね。ではチャンピオンになれるか兄貴が確かめるとするよ。アイナ、兄貴に素敵なポケモン勝負をありがとうね。次は私の番。ちょっと外に出ててね。でも私に負けるんやけん無理じゃないマリー。ネズさんに勝ったのかよ。ほら記念の技マシンだ。アイナは技マシン85バークアウトを手に入れた。幕下テリオンに怒鳴りつけて相手の特攻を下げる。無理やりな感じやね。なに誰。おい、9番道路が大変だ。チャンピオンが来たくらいだぜ。お、君、ネズに勝ったんだろ。手伝いに行った方がいい。ほら、案内してあげるよ。なに。なんか無理やり連れてかれる。スパイクタウンを探索しましょう。できんやん。あ、みんな入ってった。あ、開いたんやね。しごごーん。どうした？なに、ポケモン？アイナくん、来てくれてサンキューだが、謎の音は俺に任せてくれ。言っただろ？君たちはジムチャレンジを勝ち進むんだ。いや、連れてこられたんです。残るはドラゴンタイプのジムリーダー、キバナだな。あ、あと一つ？まあ、ここでかいところにボンってくるんや。キバナは強いぜ。俺がライバルと認める男だ。おっと、話し込むのは後だ。まずはトラブルを片付けるぜ。無敵のチャンピオンが君たちの未来を守る。どこから風が。こっちの髪の毛はなびいてないんですけど。絶対、あっちの周りだけ。あ、トンネル？トンネルの先だな。今一度チャンピオンタイムだ。チャンピオンタイムとは？戻れるかな。ルート9ホテル、ホテルじゃなくてトンネルを通り抜けて、あ、人が増えている。なんだかんだ、ジムチャレンジャーが来た方が盛り上がると思うけど。まあ、そりゃそうやろうね。ネズのファンだからね、どんどん試合してほしいよ。ファンなんや、しかも。寂れた街でも暮らしているポケモンや人には大事なんだな。そりゃそうやろ。やっぱりどこも入れん感じなんかな。お、ネズさん、ゴーファイト。ネズさんに勝つとはすごいやつだぜ。さっきと比べて、人が街中を歩くようにはなってる。ジムトレーナーはとにかくポケモンが頑張ってくれないとね。お前たちご苦労様。おー、いい人なんやね。やっぱネズさんかっこよかね。マリーはどうなった？ジムチャレンジャーが来ると賑わうね。マリーは負けたんかな？勝ったんかな？まあ、勝って勝ち進むんやろうけどね。ジムチャレンジャーが来ると同じことやった。なんか二人ぐらいは同じこと言う人おるよね。街に。お？まっすぐ馬とジグザグ馬。ネズさんだけどよ、ダイマックスさせないんだよ。委員長はちょっと離れたパワースポットの近くに街ごと動かそうとしたけどさ。さすがにシャッターを落としてチャレンジャーの邪魔をするのはスポーツマンらしくなかったか。まあそりゃあね。てか、なんで邪魔をしようとしたの？そこがまだよくわからんけど、私には。エール団はやめねえよ。マリーの応援するからよ。ポケモン公開のお誘いです。お主のタチュスタグマと関東地方のバリアードを交換してくれませんか？タチュスタグマ持ってないんだよ、私。それではまたの機会に。みんな盛り上がってる。ネズ。We love Spike Town。まあ、街への愛は強そうやね。愛しているのエールをあげる。やっぱり、そこもそういう感じなんやね。お、アイテム。こだわりメガネ。ちょっとこだわったメガネ。持たせると特攻は上がるが、同じ技しか出せなくなる。そういう特殊なアイテムが多いっすね。あれ、マリーおらんくなったね。
もう次の町に行ったんかな。早くね。早くね。まあ、とりあえず、おっと。とりあえず、回復して、私も次の町に進みましょうか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあなんか最後のジムに挑む前にまた一波乱ありそうな感じやったけどね。ダンデの感じからしたら。